料理教室、料理教室、あのね、料理教室ね、あんま行っても意味ないかなって。なんか和風とかっていいけど、島ね、島ね、なんかね、行きってフレンチ料理とか、なんかね、フランス料理行きってやったから、なんか行きってやったから、止まっとこう、行きってやったからさ、そんなんさ、この、ここに、ここにね、トリュフとね、キャビアのね、この挟んだものをここに置いといてねって。キャビアとフォアグラないしな。キャビアも、なんやったっけ、高級いくらも、いくらぐらいやったら買えるかもしれんけど、ないし、そんなん。ドラえもんのエプロンで参加するんじゃなかった、そして。次は、なんかのなんかのソテーとか言われても、わかれへん。今の冷蔵庫の中にキャビアがありません。ほんま島90歳言い間違えただけやん。言い間違えただけでいいやん。島、暇、暇って言ったら、今日は生きるフレンチ、多分そうだ、映画ドラえもんと伸び、え、映画ドラえもん、のび太と生きりフレンチの話すぎ。いつのそれ。ひま知らんけどね、それ。映画ドラえもん、のび太と生きりフレンチ先行予約、待ってるよ。いや、新しいやつやん。昔のやつちゃうやん。似てる。声似てるから、さらに草。ひ、ひまえもん、はぁ、ドラえもん、なんだい、のび太くん、今日はバレンタインデーだけど、みんなバレンタインチョコもらったかな。あー、ちょっと唐揚げ、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 おいしそう。よいしょ。エビーバーじゃん。違う、みんなね、エビーバーって言うけど、エビーバーは違う。頭おかしなったんか。ちょっと低いんだよ。頭おかしなったんか。今日は僕の名前を決めてほしいと思うよ。これは、ドラゴンボールにも似てるね。ありとけの夢を、違う。何だっけ、何だっけ、あ、ドラゴンボールのね、ほら、たまたまたま、ドラゴンボールのね、玉をね、自作でね、作ったんだよ。それそれ。何だったっけ、ドラゴンボールの歌。チャラーハイ、へっちゃらーハイ。何が起きても無重は、ヘロヘロカッパ、トゥトゥン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 。チャラー、へっちゃらー。何が起きても気分は、もじ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 かっぱー。そう、ドラゴンボールのボール、そう。矛盾は無理、全然違う。つかもうぜドラゴンボール、未来の結構素敵なところ探そうぜドラゴンボール、世界にいっぱい素敵な夢を、この世はでっかい宝島。そうさ、今こそアドベンチャーチャー、トゥトゥトゥルルー。え、なんで夢奥燃えた、どういうこと、夢奥燃えたけど、なんで、え、この歌歌ったら夢奥燃える。アドベンチャー、なんで夢奥燃えてんの、なんで、なんでなん、唐揚げの油のせいから、え、嘘、どういうこと、夢奥くん、なんで燃えてんねん、なんでや、わからんな、ラーメン屋さんも燃えてるけど。夢ならばこれほどよかったでしょう。そう、あの時私はとてもとても
悲しい出来事が起こった。それは自分の家が燃えてしまったことだ。夢ならばどれほど良かったでしょう。今何あなたの言葉を夢に見る。回想シーン入った入ったな。デビちゃんはそもそも通知なん、そうなの？